今日も鉄板のこのコーナーから行ってみましょう。ユーザー塾、イエイ、はい、カモン。このユサ塾では宮野くんにいろんなシチュエーションでいろんなセリフを言ってもらうコーナーでしたが、言っちゃうよでしたが、でしたが、が今回に関してちょっと毛色を変えてみようかな、なんだとっていう動画ですね。こんなメールをいただきまして、ユサ、東京都にお住まいのご説明、ポストさんからいただきました。ポストさん、ありがとうございます。宮野くんに言ってもらいたいセリフは早口言葉です。ユサさんに追い込まれてる宮野くんはとっても可愛いです。あざすっていうことなんで、シチュエーションも入れてもいいんだけどさ、これ多分ね、シチュエーション追いつかないと思う、追いつかないと思います。必死になりますよ、言えないから、ね、もう僕らもメンツがあるから、ね、そうなんですよね、役者としてのメンツがあるから、そうそうそう、あんまり難しい、ね、これでこう普通のラジオだったらさ、噛んだりさしたところはうまく切って、うまく言えたところだけ繋いでくれるんだけ ど、ね、こんな番組そんなことないわけ、なんでこの番組も即編集だから、ね、まずいところとか切らないわけ、もう全体の尺だけ見てここだけ切ろうっていう番組の構成まで発表されて隙間だけ詰めようぐらいの話だからほとんどオンタイムですからね、危険な番組ですね。ということで、よっしゃ、失敗は許されない、宮野くんに言ってもらおう、なんだって、よし任せろ、まあ大丈夫、軽いジャブ程度に、ジャブ程度にね、これ本当ジャブか、生麦、生米、生卵、これはいるでしょ、いきます、はい、生麦、生米、生卵、生麦、生米、生卵、生麦、生米、生卵いや俺今まだ3回って言おうかなと思ったけど言わなかったのに、まだ3回言ってくれてさ、しかも妙に節がついてきたんだよね今俺ちょっと言えると思って、うん、調子に乗って油断したでしょ、3回言ってやろうと思って、そういうところ ね、これ油断するとやっぱり閉じるんだよね、ダメね、まあ、自分勝手やっちゃダメね、生卵は基本中の基本ですから、これは言えますよ、言えなかったうん、よし大丈夫、次は言える、あ、次は言える、うん、今のはね、まあ、そのまま流れちゃったけど、まあ、流そうね、こっちがね、うん、そんなのありました、よし、カットしてもらおうぜ、カットは無理だから、カットは無理だから、もう終わったらすぐ行かなきゃいけないということで、次はこれかな、Come on。 東京特許許可局局長、おっと、ゆうさんは今危険だったぞ東京特許許可局局長よし、東京特許許可局局長、これは言えてないんじゃないかな、今のはダメ、うわー、ちょっといいじゃん、ちょっといいじゃん君現場で今よかったんじゃないあれでいいんじゃないですかって言えるかい、すいません、すいません、すいません、申し訳ないです、もう一回言ってごらん、いきますよ、東京特許許可局、もうダメなんでゆっくり言ったところが言えないんだよ俺ね、これ全然言えないんですよ、本当に言えないんですよ、これ、はい、これブラジル人のミラクルビラクルバイおいおいおい、ブラジル人のミラクルビラクバリミラクルバリって言ったね、言ってないよそんな、こら言ってないよ、ラジオだと思って言ってないよって言えば済むと思うだよ、みんな聞いてたよ、みんな何言ったかわからなかったよもう一回言ってごらん、もう一回言ってごらん、ブラジル人のミラクルビラ配り今なんか違うところが怪しかった気がしたけど、もうね笑っちゃうのこれもうそれが出てこないけど、あ、もうダメ、もう何言ってもダメだ俺、あぶねー、危ないな、これ深夜だからって、これだって苔に関わるね、うん、これなんか言えた方がいいよ、どれが言えるの、俺な、全部俺どれが言えるのさ、言えるの、うん、僕は赤巻紙、青巻紙、黄巻紙、これは言えるでしょ、すごいな、いきますよ、早くしろ、息ばっかり漏れちゃった、赤巻紙、青巻紙、黄巻紙、赤巻紙、青巻紙、黄巻紙、赤巻紙、青巻紙、黄巻紙、あー、あー、悔しい、あー、悔しい、残念だ、あー、悔しい今日時間ばかったですね、確かにまあみんなに謝っておこうか、じゃあごめんなさい、あら、もっと可愛くがやばいと、もう出たよ、ごめんなさい俺何やってんだ、いや、それがいいね、これがね、あのナウの役に真向けなわけですよ、なるな、戦後だからしょうがない、戦後間もないからしょうがない、ということで、このコーナーユサ塾では宮野くんに言ってもらいたいセリフやシチュエーションを大募集します、早口言葉はなるべく避けてあげてください、どんどん送ってきてくださいね、はい、以上ユサ塾でした。